ですね、ただのジャズベースではなくて、まあ、どういうことかっていうと、いわゆるこうヴィンテージ的な評価を得てき始めているわけなんですよね。というのもですね、いくつか要素があります。いらっしゃいませ。ギターバイヤーの増田です。今回はこちらのベースですね。ジャズベースなんですけれども、実はですね、ただのジャズベースではなくて、いわゆるですね、今で言うと、アメリカンヴィンテージシリーズに通じる、初期のヴィンテージシリーズっていうんですかね、のものでございます。製造は82、3年頃のもので、いわゆるですね、今の工場の前、コロナ工場の前のフラートン工場の時代に作られた、ちょっとこう、ヴィンテージ的な要素を含んでいる初期のヴィンテージシリーズになっております。こちらですね、型番で申し上げると、フェンダー USA の62ジャズベースという製品でございますね。こちらですね、今回入会いたしましたのでご紹介したいと思います。というわけでですね、私、オンラインストア運営しております。こちらの製品はじめですね、お取り扱いの製品については概要欄のリンクの方からチェックしていただければと思います。合わせましてですね、ご委託販売受け止まっております。もちろん買い取りとかもいたしますけれども、まずはですね、お問い合わせをいただきたいと思います。というわけでこちらのジャズベースご紹介したいと思います。はい、というわけでですね、こちらのジャズベースについてご紹介をしていくんですけれども、まずですね、フェンダーのヴィンテージシリーズなんですけれども、いわゆるアメリカンヴィンテージとかっていうのが長らくこう使われていた呼称で、今はアメリカンヴィンテージ2になってますね、っていうのがですね、あると思うんですけれども、その父系の一番最初のものというのが、このフラートン工場製のヴィンテージシリーズというかになります。これはもちろんテレキャスターだったりとかストラットだったりとかっていうエレキギターも作っておりますし、このジャズベースも作ってるという感じ、そのバリエーションとしてジャズベースもあるという感じでございますね。でですね、昨今はこの初期のヴィンテージシリーズっていうのがですね、かなりこう一部で評価をされてきておりまして、まあ、どういうことかっていうと、いわゆるこうヴィンテージ的な評価を得てき始めているわけなんですよね。というのもですね、いくつか要素があります。まあ、シンプルにそのプロダクトの初期作品、最初の方の製品であるっていうこともそうですし、この頃はですね、工場がですね、今ってフェンダーってコロナにある、アメリカのコロナっていうところにある工場、コロナ工場というのがあるんですけど、カリフォルニアですね、カリフォルニアにあるんですけれども、そことは違うところですね、フラートンというところにあったフラートン工場っていうあるんですけれども、かつてはですね、フラートンというところにフェンダーのファクトリーがあって、そこのフラートン工場で作られた製品っていうのに当たるんですよね。まあ、つまり、工場が変わる前の、フェンダーの製品だということでございます。シンプルにその80年代初頭っていう製造年式もそうですし、買う工場が旧工場、昔の工場であるっていうところも含めて、そういう細かいところのディティールも含めてですね、いわゆるこうヴィンテージっぽい評価を受け始めているっていうのが、ここ10年くらいの話、十数年くらいですかね、の話ですね。ならですね、海外だと、まあ、一部のコレクターとかに向けてだと思うんですが、かなりですね、高い高額なプライスが付けられているっていうのが、こちらのヴィンテージシリーズの、初期のヴィンテージシリーズですね、の特徴でございますね。そしてこちらの製品に関してなんですけれども、一応62ジャズベースという名前なんですが、厳密に言うと61とか60年ぐらいのイメージっていうんですかね、ジャズベースのかなり初期の製品をイメージされております。木材のスペックは普通にこうアルダーボディで、ローズ指板でメープルネックっていう、まあ普通の仕様なんですけれども、ポイントはですね、まあこのスタックノブですよね。これまあ最初期のジャズベースの特徴だと思うんですけれども、まあ、ボリュームとトーンがそれぞれについてるんですね。多分今多く流通しているジャズベースのタイプっていうのは、まあ、大体3ノブで、マスタートーンにボリューム2つですよね。ではなくて、こちらはですね、こう、クラック、チェックというか、カチカチカチっていう、なんていうんですかね、こう、スムーズに回るんじゃなくて、カチカチカチ段階的にこう、調節ができるようになっている、トーンが、2つ、それぞれのボリュームとトーンに付けられているっていうのが最大の特徴だと思います。これがまあ初期のジャズベースの特徴ですね。あとはまあ基本的にこうヴィンテージ系のモデルっていうことで、まあ特別ですね、すごいこう、なんですかね、モダナイズされた何かっていうのはないんですけれども、まあペグはですね、まあよく見るタイプの逆巻きのペグがついているだったりとか、このフィンガーレストがついているだったりとか、ここにですね、アース線が見えているっていうのもまあ初期のジャズベースというか、ジャズベースの昔のモデルの特徴ですかね。これもですね、ちゃんと再現されているという感じでございます。ちなみにですね、今ついてないですけれども、ピックアップフェンスだったりとか、ブリッジカバーっていうのも付属しております。そしてですね、こちらの個体の状態に関してなんですけれども、まあ、さすがに30年、40年経っているものですかね、なりますんで、まあ、多少の使用感というか、塗装の剥がれ始めですね、打痕だったりとか、バックの跡というですかね、その剥がれみたいなのはまあ見受けられます。まあ、傷は年相応にあるという感じですかね、という感じで状態でございます。なんですけど、フレットとかナットっていうのはですね、交換してあって、かなりプレイヤビリティ高いです。フレットもですね、やや大きめのフレットを打ってありますし、ナットもですね、綺麗に成形されているので、プレイアビリティは非常にいいですね。
まあ、ただですね、ネック裏の塗装というのが、ヘッドのサイドぐらいからですね、全部剥がしてあって、少しだけですね、ネックハイポジションにかけて若干薄く、なってるかなっていう感じでございます。若干薄く仕上げてありますね。仕上げ直してあります。リシェイプされておりますね。まあ、ですが、まあ、これ握ってですね、そんなに違和感があるほどではないんで、そんな極端に薄いとかってことは全然ないんですけれども、もともとのプレイフィール、まあ、ローポジションとかほとんど触ってないのかな。もともとのプレイフィール残しながら、そういう感じに仕上がってるという感じですね。サラサラな触り心地で、かなり、好きな人が好きかなと思います。まあ、ツヤツヤだとこうね、ちょっと引っかかるって方もいらっしゃると思うんで、あえてこういう仕上がりにしてるのかなっていうふうな印象でございます。そんなですね、現行品とはちょっと変わったですね、評価をされ始めているっていう、まあ、もう十分されてるんですかね。ヴィンテージ的な評価も受けてきている、こちらのフラットン製のジャズベースなんですけど、デモ演奏をご用意させていただいております。それでは、どうぞ。いかがでしたでしょうか。やっぱりですね、厳密に言うと現行の、ヴィンテージシリーズとかともやっぱり製品仕様だったりとか細かい塗装の仕方だったりとか具合だったりとか厳密に言うと多分形も違うと思うんですけれども、まあ、そういうところの違いがやっぱりあるんで出てくる音もやっぱり全然違うんですよね。ここら辺もですね、やっぱりこう古いギターというか現行品とは違うものの魅力だと思います。まあ、傷なんかもですね、だいぶいい感じに入ってきているんで、まあ、こうヴィンテージっぽい本当にこう雰囲気っていうのは結構携えてきている、まあ、実際ね、もう40年近く前ですか、40年以上前のもの、40年ぐらい前のものになりますので、実際それなりにかなりですね、経年してきているものになっておりますので、そういうところにもですね、魅力を感じていただける方はですね、ぜひチェックしていただきたいお品物でございます。というわけで、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。